お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原ではストーリーを進めるとバドレックスと対峙することになりますが、その際に必ずボールを構えますかと聞かれるんですよね。この対戦時には普通みんなバックに最低一つはボールを持っているでしょうから、すんなりとその表現を受け入れることができるでしょう。ただボールを一つも持っていなかったらどうなるのでしょうか。構えるボールがありませんから、何か特別な表現に変わるのでしょうか。それともボールがないのにボールを構えますかと言われて矛盾が生じてしまうのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はボールを構えますかと聞かれた時にボールを一つも持っていなかったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。最初はですね、普通どうなるかをまずは見ていきたいと思います。今ねどういう状況かというと、バック見ますとボールのところはどこかいな、ここですね。リピートボールとかめっちゃたくさんありまして、まあこいつら売るのちょっともったいねえと思っちゃった今更ですけど、まあいいや、そんな感じですので、この状態で、まずはどうなるか見ていきたいと思います。というかまあ普通知ってると思うんですけどね、これは。はい、いきますよ。はい、ここで、なんて言われるかというと、カムンバークラウンバーバドレックスを捕まえるためボールを構えますかと言われますんでね、これがね普通の状態ですね。まあみんな知ってると思いますけどね。ここでいい絵をかましましょう。そしたらムムムムムこの反応もなかなかねいけてると思うんですけどね。ウケますよね、ムムムムムって普通の人間みたいな反応しますよね。まあいいや、ということで、じゃあこれで、ね、ボールなくした状態でどうなるかってことをね見ていきたいと思うんですが、まあとりあえずボールね、ちょっとマスターボールもさすがにもったいないんでこれ持たせようかなと思います。まあこれ売ろうかなと思ってたんですけど、まあ持たせることがね、もう一個の手段としてあること気づきませんでした。今気づいた。まあとりあえずこいつ持たせて、あとは売っていきたいなと思います。売れるとこってさ、冠雪原にないんすかね。こっちのガラル本土でしか売れないんすかね。そのあたり詳しくないんでよくわかんないですけど売っていきましょう。はい、ダックボー、せっかく買ったのにバカだな本当に。はいはい、クイックボールも売っていく、プレミアボールも売っていく、ダイブボールもさばいていく、リピートボールも売っていく。はい、それで OK ですね。完全にボールありませんという状態でございます。はい、これでねやっていきましょう。はい、冠神殿に行きましょう。はい、帰宅しましてあいつのとこ行きますよ。わざわざねここをもう一回進めたわけですからね、私もう別に何回もここやってんのに。ですから私のこの努力の成果皆さん見てください。まあ大して努力してないけどこれは。行きますよ、どうなるか確認していきましょう。レッツゴー。はい、ここでなんて言われる、カムンバクラウンバ、ここ一緒ですね。はい、ここでボール構えますか言われんかい、言われんかい。あ、これボール構えますかってもしかしてこれあれ、まあ一応ハイにする。あ、言われないんだ、別に何も言われないですね。マジか、足りませんがとか言われないですね。これでも多分私思ったんですけど、ボールを構えますかっていうのは自分のボールってことなんですよね、多分自分のポケモンのボールっていうことだから、別にそれは自分のバッグに入っているボールで相手を捕まえるためのボールって意味じゃなくて、自分のポケモンを出すためのそのボールを構えますかってことなんだ。だからこれちょっと説明がゆるゆるなんですね、ガバリンコなんで。なのでこれ勘違いしてるパターンが多いってことか。いやー、やっぱ日本語って難しいな。ということで検証結果、ボールを構えますかと聞かれた時にボールを一つも持っていなくても特に配慮はしてくれないでした。これは地味に驚く結果だったと思います。ポケモンでは割とレイドとかもそうですけど、ボールがない時に始める前に知らせてくれたりするケースはありますから、こんな不親切なパターンは意外と珍しいのではないでしょうか。まあでも伝説でボールのことを聞かれた事例って今までないのかな。まあとにもかくにも先ほども言いましたが、あのボールを構えますかはおそらく自分のボールのことでしょうから、ちょっとややこしい表現ではありますよね。ボールを構えますかという表現だけで誰がこの真意に気づけたことでしょうか。多分初めから気づいていたのはおばとレックスだけでしょうね。